柔らかなパステルカラーのひな人形。岡崎のリサイクル施設にあるガラス工房では、回収した空き瓶を再利用して、毎年この時期にひな人形を作っています。工房では、スタッフがガラスを炉で溶かし、専門の道具を使って、手のひらサイズのひな人形に仕上げていきました。工房では、来月上旬までに270組のひな人形を作る予定で、岡崎市内の道の駅などで販売されます。